京都御所の築地塀、北東角の猿が辻と称される部分。猿が辻は京都御所の塀の北東の角部分の通称。北東は鬼門の方位であり、十二市においてはその反対が羊猿であることから、猿の木造を鬼門余けとして築地塀の軒下に安置して祀ったのが通称の由来であるという説のほか、御所を守護する広吉神社の神士が猿だったことから、 猿が辻と呼ばれるようになったとする記述もある。角掛けとも呼ばれる。猿が辻の部分の塀は、敷地内へ凹へんだ形に作られていることから、御所が鬼門を避けている、のけていると考えられ、それが後世まで鬼門をのける手法とされてきた。現代でも人々は縁起を担いで鬼門とされる、住宅の北東部分に、魔除けとして、ヒーラギや南天、おもとを植えたり、鬼門や、 裏鬼門から水回りや玄関を避けて家づくりをするなど鬼門を恐れた仮装を重視する社会通念は根強く残っており東京芸術大学東京工業大学名誉教授聖家清の著書現代の仮装において仮装の教え通りに凹ませていると述べている事実京都の NPO 法人が2015年に行った 調査では、京都市内中心部だけでも、ビルや店舗、一般住宅など、約1100カ所に、四角く囲って、玉砂利を敷いたり、ヒイラギや難点を植えたりした鬼門よけがあることが、判明している。仮想において、鬼門を恐れる長年の言い伝えは、すべて、京都御所の、猿が辻が元になっているが、京都御所の内部には、鬼の間が存在していた。鬼の間は、 五社の忍寿殿の西、高老殿の東にある西領土の南西隅の一室であり、すなわち、浦木門の位置にある。広報元年、山和絵師の飛鳥物仏のりがこの部屋に鬼を退治する白沢王像を描いたとされている。純徳天皇が表した金碑賞に、これに関連する記述がある。白沢王は一人で剣を掲げて、鬼を追う勇士で描かれ、 古代インドのナミラナ国の王で鬼を捕らえた豪遊の武将であるという説がある。現在の建物に白沢王の絵は描かれていない。なお、江戸時代中期の随筆、夏山雑談には白沢王は李の将軍、白沢王としても記されている。これについて仮想を研究する小池浩二は著書、日本人なら知っておきたい正しい仮想の本において京都御所や 天皇家が鬼の災い、神の祟りを恐れて、築地兵をへこませていたとするより、庶民に災厄が及ばぬように皇室が一手に、へこみで受け止め、御所内部の清涼電気の間に導いて、鬼を切り倒すことで、世の安泰を願っていたと解釈した方が自然であると、論じ、外から見た御所の兵のへこみのみに注目した庶民の単純な考えが、鬼門よけの発想につながったと考えるのが、 理にかなうとしている。なお現在でも、皇居の鬼の間は一般公開されておらず、多くの仮想学者や民族学者の仮想文献には、鬼の間の存在に関する記述は見られない。1863年、尊上白毛の姉が工事工子がこの、猿が辻付近で斬殺されたことでも知られている。ありがとうございます。